はい、というわけで皆さんこんにちは。開封大好き、よしひろです。一応今日はね、ハロウィンセールっていうことなんで、一応ハロウィンのね、仮装してきました。ちなみにこの仮装のテーマは何だろうな、メキシコにいそうな殺し屋っていうことなんでね、別に特に元ネタとかないので調べなくて大丈夫です。というわけでね、今日もセールやっていこう。おお、青いピル、これからもね、平和な現実が続いていくぞ。はい、というわけで早速セール見ていこうと思います。で、今回のセールがハッピーハロウィンセールっていうことでね、そのハロウィンになぞらえてるかなぞらえてないか知らないけど、まあ商品数が830点あるからね、まあなかなか見応えるセールになってるんじゃないかなと思っております。で、一応ね、こうやってざーっと見ていくとね、俺さっきね、そう、ざーっと見ていく中で、ちょっとね、本当？みたいなのが一個あったんだけど、みんな聞いてくれる？これさ、こんなことある？あのさ、これ連達飛行機械職人サイっていうさ、M15 だっけ？違う、M19 のレアなんだけど、こいつが、フォイル1980円なのよ。これ、打ち間違いじゃない？結構ガチな話で。なんでこいつこんな高いの？まあ、3マナ1用の伝説のクリーチャーで、アーティファクト呪文唱えるだけで、まあ、11フライヤーが出てくると。まあ、だからその唱えるだけの誘発でね、結構美味しいおまけがあるから、まあ、その強いのはわかるんだけど、で、まあ、そのフォイルになったらね、それ強いカードが化けるみたいなのは世の常なんだけど、にしてもちょっとおかしくない？これって。なんかどこでそんな居場所を見つけたの？1980円セール価格ってさ、こいつそんな出世した？俺が知らない間に。ちょっとこれさ、今回のセールで一番驚いてんだけど、どうなのかな。まあ、一応2マナ一気に、2マナでそのアーティファクト2個サクルとワンドローってのもあるから、なんかその、唱えるだけの、おまけで飛行クリーチャーが出る上に、さらにサクることでドローにもなるっていうので、まあ、なかなかね、一人でね、かなり完結してる強いカードなんだけど、にしても1980円ってさ、やばない？マジな話。これって打ち間違いじゃないのかな？本当にこんぐらいすんのかな？で、もしこれが1980円がガチだとしたら、まあ、日本語の方がね、人気あるとか、英語の方が人気あるみたいなのも、そのマジックの常なんだけど、だとしても、その英語版は1300円で売ってんのよ。だからこれが本当だとしたら、この1300円、しかも1枚しかないからね、これを買っておいて、その英語もね、いつかこの日本語と同じように跳ねるのを待つみたいなのもありかもしれないけど、俺これ打ち間違いじゃないかなと思うんだけど、その下見る限り全部がさ、その7690円とか、6590円とかだから、俺の知らない間にこうやってなんかすごく高くなってるカードもあるのかもしれないねっていう、まず話をねしたくて、まあ、この連達飛行機械職人ね、サイを紹介してみました。これ本当にこのぐらいするカードなのかな。1980円って結構俺普通にぶっ飛んだからさ、まあ、もしねこれがこんぐらい値段するんだとしたら、まあ、個人的にはね、1300円とかもね、これぐらいのね、スペックをもしかしたら持ってるかもしれないから、1300円の映画はね、ちょっとおすすめかもしれないっていう感じで、なんか日本語と英語でね、結構値段の差があったりするカードがあるんですよね。まあ、今のは本当にそうかどうかわかんないけど、なんか時々そのセール品とかでも、そのセールのやつよりも言語違いのが安かったりすることあるんですよ。だから日本語版がなんかセールで上がってるけど英語版の方が普通に安いとか、その英語版がセールで上がってるけど日本語版の方が安いとか。ちなみにこれめちゃめちゃありますね。そのなんか英語の方が、そう、一応ハレリアね、その海外の人も利用するから、そういう人たち向けのその英語版セールで、別に日本人からしてみれば普通に日本語買った方が安いみたいなカードもちょいちょいあるんで、なんか意外とね、そこは見落としがちなんだよな。なんかあるかな、なんかパッと見た限りこれ絶対英語の方が安いだろうなみたいなの、じゃあ日本語の方が安いだろうなみたいなの。なんかやっぱ EDH 系のカードは日本語の方が安くて、だからね、そのセール、あ、これとかそうだ、その金属細工紙、これとかね、まあ、その7480円で、まあ、セールで安くなってるんだけど、多分日本語こんなしないんだよな。あ、そう、ほらほらほら、7000円だから。まあ、でも結構するんだな。まあ、っていうことで、だからセールだって、これお得だって飛びつくんじゃなくて、一回見て、下にね、この言語違いとか、バージョン違いとかもあるんで、なんかそういうのも含めて見ると、ちゃんとね、正しく買い物できるので、だからね、なんかセールだって飛びつくんじゃなくてね、見た後に、他の言語とかもね、見てみるといいと思います。ちなみに、否定の力7280円はね、これね、今となってはね、これ結構安いと思うんだよな。そう、どんどんね、モダンホライゾンのカードがね、まあ、今その需要上がってって、てかそのモダンホライゾンのパックがなくなってるんで、まあ、これね、モダンとかレガシーとかでもね、使えるカードで、まあ、めちゃめちゃ強いカードなんで、だからね、7280円っていうのはね、なんか今ね、じわ上がりしてるんですよね、こういうなんか人気出るカードで、じわ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 上がってって、いつかボンってなったりするから、まあ、なんか月に2、300円ずつ上がってるイメージで7280円なんで、これ結構安いよな。多分日本語とか、まあ、一応ね、7500円なんで、なんか揃えたいなみたいな人はね、7280円で揃えるのはね。まあ、もっとね、状態悪いのとか探せば安いのあるけど、なんか綺麗なの欲しいなと思ったら、7280円のね、ニアミントはいいかなと思っております。というわけで、否定の力とサインの紹介でした。他なんかあったかな？なんかね、最初にね、ザクッと見るんだよな。で、結構ね、面白いのが色々あって。あ、そう、4ページ目にね、なんかいいのあったわ。そう、これ、スカイクレイブの災いもね、
これ拡張ホイール結構ガチでおすすめですね。俺このカード見た時になんだこの弱いカードはと思ってすごい酷評したんだ。本当に俺プレリリースで使われて一瞬なかったこいつマジで強いっていうことが。でこいつのパワータクティスの説明なんですけど、ちょっと難解になるんだけど、そう20から全てのプレイヤーの中で一番ライフが高い人の数字を引いた数がこいつのパワータクティスになるんですよね。だからこっちが13向こうが18とかだったら、その18を参照して、20-18は2みたいな感じになるんで、だからね、その片方だけのライフ減っててもダメなんですよね。そうデスシャドウみたいに自分のライフをとにかく減らしまくればでかくなるみたいなのじゃないから、お互い減らさなきゃいけないんで、なんか相手がねそのダメージ全然食らわないデッキだったり、逆に自分がガン攻めしててもこっちがライフ減らなかったらこいつ生息することすらできないので、最初見た時なんて使いづらい弱いやつなんだろうなと思ったんだけど、こいつそれをね持ってしてでもね、なんかあまりあるね利点がありすぎるのよね。てか一番わかりやすいのね、マジでタルモゴイフなんだ。その生きてさえいればどんどんゲームがね終わりに近づくにつれてサイズはでかくなってくんで、てか別に最悪サイズでかくならなくても1とか2の状態で置いてあったらいつでかくなるかわかんないか から結構ね牽制としてめちゃめちゃ強いのよね。だからそのなんつうんだろう、最初見た時はこいつ普通にライフ回復しただけで死んじゃうかもしれないから、そうどっちが回復しただけで死にかねないっていうのがめちゃめちゃ弱いなって思ったんだけど、そう生きてるだけで自分のライフが今減ったらいくつになるなとか、相手のライフが減ったらいくつになるなみたいな感じのね計算しなきゃいけなかったんで、めっちゃ対面しててなんかタルモゴイフを思い出しましたね。まあ今タルモゴイフそんな強くないけど、なんか前世紀のタルモゴイフとすごい似た感じがあって、このカードねなんか対戦して一瞬で結構俺の中で評価上がりましたね。でさらにおまけっぽいこのキッカーも唱えた時の誘発なんでこれ強いのよね。だからコントロールとかそのカウンターとか握ってるデッキ相手でも、まあ7マナっていうねその打ち消されたらすごいやばいテンポロスになりかねないところでも唱えた時誘発なんで、このねライフ半分にさせるってのもねなかなか悪くないから、でこれお互いなのもねなんか結構いいのよね。そうこれ使うデッキは自分のライフも減らさなきゃいけないから、なんかという意味で、まあ、このキッカーコストみたいなのも全然なんか最初はなんだこれと思ってたけどすごい強い能力で、まあ、普通に使っても強いし終盤ねキッカーの込みで払っても強いしっていうことなんで、まあ、今ね全然モダンとかでも活躍してるし、多分パイオニアとかでもね、まあ、そのうちなんか居場所を見つけるんじゃないかなと思ってるカードの、まあ、拡張フォイルが、まあ、6000円切ってると。で一応俺は、まあ、こいつねもう対面してねめちゃめちゃ俺の中で評価上がったんで、もし今使ってたらこのゴキュッパは買ってますね。なんかお前そのこと言って本当に買うのかって思うかもしれないけど、結構マジで俺拡張ホイールはねなんかエンバリスの宝剣とかなんか高くてもね買ったりしたやつあるんで、なんかそういう意味で、まあ、これは自信を持ってお勧めできる1枚ですね。ちょうど4枚あるし、どうなんだろうな、これから増えていくのかな、なんか拡張ホイールのこれとか。俺この5908円は結構すぐ売れちゃうんじゃないかなと思ってたんだけど、どうなんだろう。まあ、一応俺個人のおすすめではあるけど、よかったら買ってみてください。で、続いての紹介はこれですね。そう、グレートヘンジの拡張フォイルかと思いきや、通常の拡張バージョンが3208円と。これ、一昔前だったら拡張フォイルでこの値段で買えたんですけど、今ね、結構スタンダードで居場所見つけた上に、まあ、EDH とかでもね、かなり強いカードなんですよね。まあ、だから、まあ、その通常ね、光ってないバージョンでも、まあ、これぐらいの値段すると。で、まあ、カードの効果を説明すると、その9マナの伝説のアーティファクトで、まあ、めちゃ重なんだけど、その唱えるためのコストが、その自分のね、コントロールしてるクリーチャーのパワーの最大1分減るから、まあだからパワー7とかいたらね2マナになるっていうので、まあ、めちゃ軽になるっていうのもあって、まあ、かなり使い勝手のいいカードなんですよね。でタップでミド2マナと2点ゲインができるので、まあ、そのテンポも加速するし、なんかライフもねかなり安泰になるしっていうことで、まあ、強い機動能力に加えてこれ誘発もいかれてんだよね。そのトークンじゃないクリーチャーが出るたびにそいつの上にプライチカウンター1個乗っけてワンドローできるから、だからその後続をねバンバン引いて出せるようになるんですよね。だからこれからマナ出してクリーチャー展開しつつカード引いて他のマナからまた展開してみたいので、すごいそのテンポが加速するその上にそのテンポを加速させるためのねアドバンテージもしっかり得られるので、まあ、めちゃめちゃ強いですね。だから今スタンダードでねかなり活躍しているので、なんかこの機会ね、なんかあとまあグレートヘンジはね単純にその拡張することによってねなんかその力強さみたいなのを感じるカードでもあるから、だからまあ俺結構おすすめとしては拡張バージョン好きなんですけどね。で通常のがねその3000円とかだから、まあ、ちょっとね値段足してこれのバージョンするっていうのはね悪くないかなと思ってます。ちなみに今フォイルバージョンね多分相当値段上がってるんですよね。なんかそう8000円と1枚で売り切れなんで、なんか今持ってる人とかね結構売るタイミングかもしれないですね。まあ、これからもね結構人気のあるカードだと思うけど、まあ、スタンダード落ちたらな、別にその、まあ、パイオニアとか、まあ、パイオニアはまだ使えるかもしれないけど、まあ、モダンとかレガシーとかで、ね、使うカードではな、でもレガシーちょっと使えるかもしれないな、ちょっとなんとも言えないですけど、まあ、ただ今1万円ってね、すごいなんか跳ね上がってるタイミングに売って、なんか他のね、必要なパーツに変えたりするのも悪くないと思うので、だからまあ、グレートヘンジなんかね、結構エルドレインの発売してすぐなんかは、あんま見向きされなかったんですよね。そう、ダッシュもどうせ視界になるだけだったんで、だからその時はね、すごい評価低かったんですけど、やっぱりね、あんだけのね、後の塊はね、そうそうないからね、という意味で、まあ、結構ね今すごい評価が上がってるっていうか、まあ、やっとねまともに評価されたっていうのが正しい言い方だよね。あんなカードが弱いわけないからな。
で、次のカードで、次のおすすめっていうかね、そう、ちょっと面白いなったんですよ。ショコの罠が1808年にセール上がってるんですけど、ショコの罠ってかなりね、ヘンテコなカードで、そう、マニアにね、めちゃめちゃ愛されてたカードなんですけど、最近ね、なんかこのね、マニアックな戦法がね、流行り出したみたいで、だいぶ値段上がったんですよね。まあ、5マナのインスタントで罠なんですよね。で、罠コストっていうのがあって、その相手がね、ライブラリをサーチしてた場合、0マナでキャストできるんですよ。だから5マナのカードが0マナに化けるっていう条件がたったのね、ライブラリーサーチだけなんで、だからモダンとかだったらね、バンバンそのフェッチでライブラリーサーチするから、まあ、ほとんどがね、0マナでキャストできて、で、ライブラリーを13枚落とすっていう、まあ、デッキ破壊なんですよね。だから適当なデッキに入れてもあんま勝ちないから、まあ、あの5マナのカードが0マナで打てるっていうのは強いんだけど、その専用デッキでしか機能しないっていうことで、まあ、ほとんどその価値はなかったんですが、最近ね、そのデッキを破壊するっていう戦略が現実味をめちゃめちゃ帯び出してきて、だからその LO 系のカードがね、まあ、いろいろ上がってるんですよね、値段が。で、ショコの罠もその筆頭で、で、これもね、あの、これ前期間でしか収録されてないんだよ、確か。だから、あの、1808年ってなんか一見高そうだけど、その前期間にしかないカードだって考えたらね、なんか割とあのいい値段じゃないかなと思うので、なんかそのデッキ破壊って別にあの、このマジックだけじゃなくて、その遊戯王とかでも好きな人いると思うので、なんかそのデッキ破壊戦略がね、あの、やってみたいなって思う人は、まあ、この機会にね、揃えてあの、やってみるのもいいかなと思います。で、そろそろ1000円切ってくるぐらいかな。あ、じゃああれ紹介しようかな。そう、先週もね、紹介しようと思ってね、確か紹介したいと思うので、そう、今日はね、これ、ソンコンマ同士ね、あの、結構心の底からおすすめのカードなんで紹介したいと思います。ソンコンマ同士はね、そう、逆にじわ上がりしてるんですよね。このセール見てると、そう、じわ下がりしてるカードとか、じわ上がりしてるカードとかが、もう俺毎週見てるからね、よくわかるんですけど、ソンコンマ同士はね、結構じわ上がりしてて、これ先週ね、1108円だったから、まあ一応100円上がってるんですよね。で、このカード本当に強いんだ。あの、マジでね、強いカードだから、これからも上がってくだろうし、そう、なんかマジックの赤っていう色がね、なんか、飽きられない限りは、まあ、どん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 上がっていくように、さらにこれアモンケットにしか収録されてないから、まあ、ひたすらあの、そのちょっとずつ上がっていくカードだろうなとは思ってますね。まあ、その再録されるまではね。で、まあ、どういうカードか説明すると、1マナ1、2の果敢持ちで、で、あなたがコントロールする戦闘ダメージ以外の発生源のダメージ全部が、そのクリーチャーにね、マイナー1式でダメージ与えるんですよね。で、赤って、本当にそのデカ物の反抗むっちゃ困るんだ。アクザーの天使だとか、あの辺のやつが。で、そういうのに対して、そのパワーから下げれるから、あの、反抗とかに対してもね、ひるまず殴り続けられるんですよね。で、あと単純にそのマイナー1マイナー1式で与えるっていうことによって、その戦闘でもね、しかもこうやって1、2っていうのがね、この2がね、結構でかいのよ。このタフネスが1高いことによって、そのあの、マイナー1と噛み合って倒せるみたいな展開が多くあるから、で、しかも果敢もあるからね。だからこのカードね、1マナ1に果敢で、なんか俺ね、それまでね、やっぱ赤の1マナの最強のクリーチャーはゴムリの選択か、もうあの、即走だと思うんだけど、最近、ソンコン魔導士もね、なんか悪くないなっていうか、なんかもう気分的にはね、ゴブリンガイドを超えそうな勢いではあるんですよね。そう、果敢持ってて、まあ、速攻がないからね、すぐに殴りに行けないけど、あの、まあ、こいつ立ってると、もうその戦闘がね、かなり優位になるんで、だから、相打ちだと思ってブロックしてきたやつとかに対しても、その本体火力飛ばしながら、あの、なんて言うんだろうな、その果敢でなんか突破したりとか、あとその果敢とそのマイナー1カウンターで、まあ、あの、一方取ったりとかもできるので、ソンコンマ同士はね、むちゃくちゃいいカードで、で、まあ、パイオニアとかね、まあ、モダンとかで、まあ、ちゃんと4枚ずつ使うカードで、まあ、使うように4枚もあるし、しかも、あの、なんつうんだろう、保管デッキ組み替えるときに入れ替えのめんどくさいからっていうので、ストックでも4枚あるので、まあ、ここのそこからね、まあ、俺もその8枚持ってるぐらいおすすめのカードなんで、まあ、ソンコンマ同士はね、なんか、あの、再録されない限りはね、もう下がると思えないから、なんか使ってみたいなみたいな人はね、まあ、この機会いいタイミングなんじゃないかな。そうだよな、アモンケットにしかないもんね。というわけで、一応ソンコンマ同士はね、あの、多分今日一おすすめのカードであると思います。そんな感じかな。で、だいぶあの、なんつうんだろうな、あの、語ったから、そろそろ締めにしよっかな。そうだな。今日最後の紹介はね、あれにしよう。そう、あのね、最新セットのカードながらも意外と注目されてないんだけど、俺最近ね、退治しまくって、まあ、結構ね、なんか面白いね、あの話ができるなっていうカードで、この野生の魂ね、アシアヤ君を最後に紹介したいと思います。アシアヤ君はね、あの、なんつうの、まあ、EDH でね、最近2週連続当たって、ま、いろいろね、楽しい展開をね、あの、拝ませてもらったんだけど、まあ、強いところもありね、弱いところもありで、結構面白いカードなんですよね。まあ、5万の星押しで、あの、パワータグネスがあなたがコントロールしているその土地の総数に等しい上に、さらに、あなたがコントロールしているそのクリーチャーが土地になるっていうのもあるから、だからサイズがね、結構グワンって上がるんですよね。で、逃走したダメージって21点大体ゲームに敗北なんで、だからその21点っていうのもね、普通にそのナチュラルに目指しやすい上に、あの、このね、土地化するっていう能力がね、結構でかいのよ。あの、何が強いかっていうと、なんだろうな、その土地以外のパーマネントを全て吹き飛ばすとか、そういうので、あの、土地になってるからクリーチャーが飛ばなくなるのよね。だから意外とそういうなんか変なシナジーで、その全力がなんか、あの、一方殺になったりすることがあるんで、それと噛み合わせてね、なんか、あの、自分の戦場のクリーチャーだけ死なないように全力打ったりとかもできるし、あと、なんだろう、クイーンリオンレンジャーとかで、その、まあ、無限マナー無限ドローとかもできるんですよね。そのさっき説明したそのグレートヘンジとかと合わせて、まあ、出す、あの、レンジャー戻す、で、あの、ドローしてまた出す戻すみたいので、そのマナが出るから、
そう、アシャを、で、ミドマド出して、あの、レンジャーで起こしてっていうのをやれば、そう、レンジャー自身が土地なんで、これ説明ちゃんと伝わってるかな。そう、クイーンリオンレンジャー自身が、そのアシャによって土地になってるから、その自身を戻すことでアシャを、あの、起こせるんで、で、アシャは森になってるから、マナが出るからっていうので、まあ、それで無限にできるんですよね。で、あの、グレートヘンジあると無限ドローできるんで、で、無限ドロー、無限マナみたいなやったら絶対なんか勝てるから、だからそういう意味でね、アシャは、なんかあの、結構、この EDH のなんかソリューションになってるなっていうので、まあ、面白いカードであるんですよね。まあ、どれくらい強いかっていうとわかんないけど、まあ、緑単色だからね、そのやれることの幅がちっちゃいってちっちゃいんだけど、やっぱマナ出るのっていうのは、なんだその強いカードをたくさん使える逃走者戦においてすごい強いので、なんか今そう同じこと言ってたんですよ。強いフォーマットにおいてすごい強いのでっていうのは、まあでだからあの結構対戦してて、あの面白いカードだと思って、あの俺の中で割と評価上がったんですよね。なんかよくわからないその伝説のクリーチャーだなっていうのから、なんかその逃走者において居場所があるカードなんだなっていうのに変わったので、だから興味持ったからね、まあこれ608円とかで買って、まあその自分のね逃走者として遊んでみるのね悪くないかなと思います。で、あの大きな弱点としては春負けのねすぐで死ぬんですよね。これねマジでねでかすぎる弱点だよね。そのゲドンであのオールリセットなんですよね。そのクリーチャー元上全部なくなっちゃうから、そのゲドン撃たれた時にそのなんだろう、あの英雄的介入とかあればいいけど、なかったらもう本当にあの取り返しがつかないことになっちゃうので、だそこだけがねえぐいよね。その土地を全て破壊するとかがね避けられないから、てか避けられないどころかその被害でかくなっちゃってるから、そういう意味でアシャヤはね、あのまあいいところもありつつ悪いところもありつつっていう、まあ面白いカードなんで、まあ興味持った方はぜひこの機会に遊んでみてください。はい、というわけで今週のねハリラセールウォッチングでした。で今日もね、まあ最後お楽しみのねパック開封があるんでね、統一を開封して終わろうと思います。このダブルマスターズはね2021年8月7日に発売して3ヶ月旅をしてね我が家にやってきたから、だからなんだって思うかもしれないけど、まあ一応ねそういう旅のもとを我が家にあるっていうことをね感じつつ開封していこう。ダブルマスターズはね、もうあのレアが2枚入っててフォイルが2個あるわけですよ。その当たりくじしかないね、もうくじだからこんなもん。チャットオンチみたいなこと言ってしまった。当たりくじだけのくじ引きがしたいの人にね、あの受付のダブルマスターズを開封して最後終わろうと思います。さあそろそろホイールがやってくるぞ。ホイールタイム、じゃああのあれかアンコモンタイムが来る。そろそろアンコモン来た。はい、大霊道のなんたらからの、おお悲哀まみれ。待って悲哀まみれはねちょっとなんか嫌な予感するんだよな。で次からいきます。で次が色を見て、黒なんだろう、もう黒は結構終わってんじゃない。ボブーがあるぐらいじゃない。ボブーないな、なんだろう、はいこちら。お前アンコモンだったのに貪欲な罠。そうさっき紹介したねショコ罠と、まあ、同じねゼンディカーにあったその罠サイクルのカードで、まあ墓地全部吹き飛ばせんだっけ。まあっていうわけでね、まあ、罠コストだからね、罠コストは強いで、次のカードで次はもうなんかあんまいい展開ないんじゃないこれって。えないよな、なんか逃走者系の、あでもレアだ。じゃあもっと良くないね。はいこちら、うわーシャルム、戦場出た時に墓地から味わって1個リアニメートっていうね、なんかすごいシンプルだけどね、まあ、あのスタンダードがあったら強いよね。そう、5マナだもんな、こいつ。あ、違うか、6マナか、6マナ5飛行に今リアニがついてると。で、次フォイル。フォイル赤。この、うわぁ、1マナ5点火力、ただしディスカードが必要。まあ、6マナでもいいんだけど、で、最後、もう最後、一気に行こう。あーというわけで当たりくじだけのくじ引きができなかった、まあ、ダブルマスターでした。まあ、とはいえね、まあ、こんだけね、大興奮できたら十分だよね。そして匂いもいいしね。いい匂い。はい、というわけで今日のね、開封動画じゃないわ。今日のあの、セール動画はここまでです。で、来週が、まあ、一応28日からまあ別のセールがやるみたいなこと書いてあったんで、28日ハロウィンセールやった方がいいのにな。そんなこと今言ってもしょうがないんだけど。まあ、というわけで来週はね、また別のセールがやってて、まあ、今日ね、紹介したそのアシアだとかね、ソンコンマ同士とかがなくなって別の商品に変わってるかもしれないので、まあ、興味持った方ね、ぜひこの週のうちにね、買ってみてください。あと、この動画はね、一応、ハリリアの提供で続いてるんですけども、皆さんのね、応援コメントとかもあって、モチベーションになって続いてるので、よかったらね、チャンネル登録&高評価、コメントよろしくお願いします。それでは皆さん、またね、来週のセール動画でお会いしましょう。さよならー。